山本周五郎著。誉れの比べや。呂読七三春五郎。一。ではの国米沢の城外、玉庭の山道、を十四五人の騎馬武者が走っていた。先頭にいる若い武将は、二十歳の若さですでにでは欧州、十五余軍。 五十万石の領主となった、伊達政宗である。教師も安倉山へ、高刈りをしての帰り道、不思議と獲物の少ない日で、若い政宗は不機嫌だった。馬を急がして、川庭の村へかかろうとした時である。馬蹄の音に驚いたか、左手のくぬぎ林の中から、バタバタと、凄まじい羽ばたきをしながら、一羽の大鳥が舞い立った。 二郎七、痛めよう。正宗が振り返って叫ぶと、お気に入りの休術者、山岸二郎八は、はっとばかりに弓を取り直して、矢をつがえるが早いか、馬足も緩めず、ひょうといた。やったか。と、見たが、矢は外れた。しまった。二郎七は矢継ぎ早に二の矢を放ったが、それも空を切って、いたずらに流れただけである。 苛らだったまさは大声に、鷹をかけろと、命じた。鷹をかけるには、もう距離が広がりすぎていたが、鷹省の野兵は命のままに、十分合わせる余裕もなく、鷹を放った。鷹をかけるには、相手の鳥が飛び立ってから呼吸三つ、この気合が合わなければ失敗である。果たして、鷹は野兵の拳を離れるなり、 さっと高く舞い上がったまま、逸れてしまった。いや、おかが逸れたぞ。古獣の面々が、色を失って叫ぶ。正宗は、重なる不処備にカットして、馬上に立ち上がりながらわめいた。太のきな高め、誰ぞいおとせ。あいや、殿、止め立て無用。世は、それだかは変わぬぞ。痛めよ、痛めよ。今は、 逆らう場合でない。人々は我こそと弓を取って競いいた。しかし、大空高く舞い上がった高を、どうして居落とすことができよう。矢えばかりこだまして、どの矢も空に終わった。その時であった。間近に鋭い矢えがしたと思うと、びょうと、なりかぶらの音がして、空を切るや一筋。お という間に、鷹の翼を貫くと見えたが、そのまま、鷹を引き落とすように、ずーっと、一文字に落ちてきて、松林の彼方へ落ちた。ほっぱれ、見事じゃ。正宗が、蔵を打って叫ぶ。近字の一人が、すぐに鷹を取りに走った。正宗はじめ、古獣の者たちが、何者のわざかと振り返ると、くぬぎ林の中から、 静かに降りてくる一人の娘があった。娘は年の頃、十八区であろうか、髪を束ねて無造作に結び、色あせた布子にたっつけばかま、わら靴を履いた漁師の風俗で、荒木の弓に矢を十筋ばかり折っているが、色白で眉の濃い、唇のあけの鮮やかな美しさ。ただいまの居手は、そのたか。 マ宗が声をかけると、娘はしとやかに馬前へ膝をついて。はい。お恥ずかしゅう存じます。あっぱれな腕じゃのう。世が自慢の休日師範、山岸次郎八にも世を言い落とせなかったそれらか、よくぞ女の身で痛めてくれた。いずれのもので、名はんというぞ。娘は、マ宗の目を恥ずかしげに受けて、 お言葉に背き、恐れ入りますれが、さ催あって名を申し上げることは叶いません。ほんの、ご座教を添えましたばかりなれば、女の差し出がましさをお笑いくだされ。このまま、お忘れのほど、お願い申し上げまする。娘がよどみもなく行った時、金字の者が高を拾って戻ってきた。申し上げます。なんだ。 かぶらやは、つばさをぬいましたばかり。おたかには、傷ひとつござりません。見せろ。まさむねは、馬上にたかを受け取った。なるほど。やは、はがいのきわをぬっただけで、はりでついたほどの傷もない。これ、そこの娘。まさむねは、ふりむいた。に、はがいをぬって、 鳥を傷つけず言い落とすとは、心得なくてはできぬ技。そなた、何者の手ほどきを受けて弓を学んだか。御意に逆らい申し訳ござりませぬが、どうぞ何事もお尋ねくださりますな。お答え申すことは叶いません。不思議な回答であった。日頃の政宗なら、そうかと言って聞くところではなかったが、非凡の腕といい。 美しい顔形、いかにも由緒ありげに見えたから。よし。さらば何事も聞くまいぞ。だが、一つだけ、改めて頼みがある。明日、早く、米沢の城へ参ってくれ。そなたほどの手並み、家臣どもに見せなば、良き勉強となろう。ぜひとも、一手見せてくれ。どうじゃはい。娘は、と、顔を上げて、 女の身の差し出かましゅうはこざりまするが、仰せに従い、ご座教をつかまつるでこざりましょう。うん。早速の承知、嬉しく思うぞ。さらば今日はこれで別れる。必ず参れよ。かしこまりましてこざります。平服する娘を後に、心を残して、正宗はその場を立ち去ってい 娘はその後、しばらく見送っていたが、やがてにっこりと微笑して、ほんも、長寿の日が来た。はすこそ、と、一人つぶやきながら立ち上がった。娘はくぬぎ林をおかえぬけ、たまにわの裏山をおねずたいにしばらく行ってから、渓流のせせらぎに沿って山海へ降りた。そこには、赤松の林を後ろにして、 荒れ果てた家が一軒。わびしげに新館と立っている。娘は前庭から庭先へ入って。父上様、ただいま戻りました。と声をかけた。ここ行くか。と中から声がして。もう暮れかかるというのに、どこまで行ったのだ。山に慣れたと申しても女の身。塔掛けはならぬと申してあるのを忘れたか。 そう言いながら、白金のような八字髭を生やした老人が出てきた。申し訳ございません。今日は山鳥などおすすめ申し上げをと存じましたが、ついに市場の獲物もなく、うかうかと時を過ごしました。どうぞ、お許し下されませ。よいよい。早を上がって休むがよい。老人は、クリアへ回る娘の姿を、愛おしそうに見送りながら、 ほっと,と息をついた。この老人親子はそもいかなる身の上の人であろうかそれを語るには三年以前に戻らなければならない老人は浦上幸恵といって伊達家普代の名家に生まれ剣と弓人に非凡の腕前があったばかりでなく軍学者として正宗の父右京大夫照宗の世からおもんぜられていた しかるに、三年前の夏のことであった。米沢城中で主演後、酒盛りを催していた正宗は、思い出したように顔を上げて、雪江、これへ参れ。と言った。雪江が近寄ると、近頃、新たに召し抱えた、山岸二郎七と申す者、よく、当屋をいたすと聞くが、 まだ試みたことがない。幸いに、坂森の座教じゃ、その方、次郎七と、比べ屋をしてみせい。雪恵は、静かに表を上げて、座教に、比べ屋をせいと、仰せられまするか。いかにもそうじゃ。恐れながら、私は軍学を持って、先頭の様より、お使い申す身の上、比べ屋の儀は、 ご自体つかまつりぞ存じまする。ならぬ。その方もみれはなおしられたぶし、ぜひとも、ろみてみい。申しつけたぞ。ほ<は>。雪屋は、いたしか方なく、平くして下がった。すぐに、二郎七へも、命が伝えられた。場所は、ぜ前の小ゅ場。ご五ら来の、あずちがうけられ、的は、二寸の金敵。三十は離れて、 池の座ができた。矢は一筋の勝負じゃ、雪恵も次郎七も抜かるな。勝ったものには、褒美するぞ。は、ごめん。と、えしゃくして、二人は池の座へ直った。雪恵は家中に名だたる名手、次郎七も新参ながら、休日達者と自慢の男だから、この勝負こそ見ものぞと、列さの面々も、 膝を乗り出して見守った。まず、二郎七が立っていた。さすがに、日頃の腕自慢だけあって、見事に金敵の真ん中を射止めた。やんややんや。と思わず知らず、観光の声を上げる人々。雪絵が柔らたって弓を取り直した。裏上先生こそ、見事になさるであろう。と、列車の目は、 ゆきえの手元に集まる。ところが何としたことか雪絵がひょうと切って放った矢は意外にも的の中央からリスンもそれたところへプツリと突っ立った雪絵その方の腕も置いたのう意外な結果に いずれも鼻じろんでいるところへ、戻ってくると、いきなりマ宗が、長老するように言った。そち、弓の名手などと言われていたが、さても年は争われるものじゃ。恐れながら、そうお,お示ししますかそう思う方はなんじゃマ宗、きっと見返った。行きは静かに。おわかりなくば、 今更申し上げることもござりませぬ。私はこれにて、おいとまをいただきまする。そう言うとともに、平腹して、午前を下がってしまった。正宗はそんなことは気にも留めず、次郎七の方へ、機嫌よく振り返って。ようしたぞ、次郎七。ただいまより、百国の数を取らす。この後とも、休日を励むよういたせ。は、 片付けの存じ立てまつります。灰、は、を、い、取らすぞ。地孔やれ。次郎七は面目誇らしげに進んだ。ところで、浦上幸恵は午前を下がって家へ戻ると、一国の猶予もなく家財を処理して、親一人、子一人の娘、小育を伴ったまま、米沢の城下から姿を消した。小育は、その時16歳であった。 父がなぜにお家を退身したか、はじめのうちは知らずに過ごしたが、たまにはの山海に了居してから、不当、どの噂で事の司祭を聞き知った。そんなことがあるであろうか。小菊は合点がいかなかった。父上様は聞こえたいて、空飛ぶつばめをも楽々と痛めるほどのお腕前なのに、次郎ずれと、 比べやして遅れを取るなどと。私には信じられぬ。そう思っては見たが、実はどうすることもできなかった。人の噂は悪いほど広まる。次郎氏に負けて、雪絵は夜逃げをした。キリンも降いればダバに劣る。まあ、早く身を隠しただけがめっけのよ。などという悪行増言を聞くたびに、 小菊の胸は口をしさに震えた。武士の娘として父の恥ずかしめられるのを見過ごしていられようか。小菊は心ひそかに、この上は必死にかじりついても休日を学んで父の恥を注がなければならぬ。けなげにも固く決心した。それからの小菊はほとんど必死であった。 寮をするからとことに託して、父から弓の手ほどきを受けると、あとは野山に出て、獣を追い、鳥を追い、来る日も来る日も、実地に技を磨くのであった。隠すること三年、神明の加護があってか、今日、正宗の狩りに出会い、それだ高を止めて、ついに大岩長寺の糸口を掴んだのである。話は元に戻って、 その夜は寝た。明くる日、父に話せば叱られるのはわかっているから、いつものごとく、漁に行くこしらえで、家を出た小菊は、途中で支度を変え、漁衣を脱いで下に来た紫絹のこそで、帯をきりりと結んで髪をすき直し、やがて城下へと入っていった。城へ上がると、おお、見えられたか、殿には先ほどより、 お待ちかねでござる。急いでごぜんげ。と、すぐにに庭へ案内をされた。小場にはすでに支度ができていた。小育の到着が知らされると、謹慎を従えて、正宗が、広は端かまで出てきて。役にたがわず、ようまいった。家臣どもも待ちかねておろう。すぐに人や、心見るがよい。はさいエもん。 開催をいたせ。近所の若者がかしこまって、すぐに小菊を、伊手の座へ案内した。小菊は座に治ると、御前へ向かって一礼して小妻を取り上げ、手垂れの弓を取って、きっと立った。矢頃は三十軒。あずちに光る金敵は、三寸を選んである。しばらく見つめていたが、やがて矢をつがえるや、引き絞って無造作に、ひょう。 切って放った。やったぞと、人々が乗り出す、矢は金敵の真っただ中に立って、ビリリと震えている。あっぱれ、見事じゃ。正宗は頷きながら。しかし、敵のみれば今日が薄い。事のついでに、比べ屋を試みてくれ。次郎七相手を誠い。は娘も。 承知であろうな。小育は、はっと、かしこまった。これこそ、待ち儲けていたことだ。いかなるわけがあって、父が遅れをとったかは知らず、今こそ二郎七と勝負して勝ち、父のお命を注がねばならぬ。お家に名高き、山岸様との勝負、女の身のおこかま衆はこざりますれど、大勢に従い。 おなぐさみをつかまつるでございましょう。二郎七は市販役。破れても恥ではないぞ。十分にやってみよう。政宗は京ありげに座を進めた。伊ての座へ降りた山岸二郎七、娘ながらも昨日の腕はあなどりがたしと思ったか。安土の海沿いに当たっていた若侍に何か耳打ちをすると、特に一寸の金敵を選ばせた。 恥ずかしながらお相手をつかまつります。どうぞご師範役よりそろばお先を承る次郎七はずいっと立った四三十軒の距離で一寸の的これをい当てるのは本州に及ばぬところだ次郎七はここぞ腕の見せどころと呼吸を測って居放つ矢は 誤ったず、金敵の真ん中を打ち抜いた。いざ、と、振り返る。仮面、と、一礼して小行く渡った。そして、しばらく、やごろを測っていたが、つっと、かぶら矢を抜き取ってつがえるや、どうしたことか、自分の的へは向かわず、今、次郎七のいたところへ、狙いを定めた。不思議なことをするものよ。 一同が見守る刹那。キリキリと満月のごとく引き絞り、呼吸を測ってひょう、と、いなった。空を切って飛ぶ矢は、意外も意外。今、二郎七が、やてて的に立っている矢の、矢はずへ当たってピ、と、矢を先そのまま、的へと突き刺さった。おう、と、ま宗が膝を打つ。いならぶ家臣たちは、 思わず飲みやがって、やんやとはやしたてた。山岸様ご育は、つつましやかに振り返って。勝負はこれから。どうぞ、私の矢を、矢ずから割ってくださいませ。うん二郎七は抜いた。しかし、ことここに及んでは、いなみもできぬ。いた方なく立ち上がったが、三十軒のやご頃。 やはずなどが見えるものではない。ええ、どうなるものか。と、運を天に任せていた。わっと、上がるどよめき、やてたか。どうして、矢はあずちの十軒も前に落ちて、土ぼこりをあげたばかり。と、見るなり小いくごめん。と言って、再びかぶら矢を取る。無造作に切って話すと、これも、 虹を描いて飛ぶよと見たが、次郎七の矢を割って、突き立っている自分の矢、その矢はずから真っ二つに突き割って、寸分もたがわず的に立った。おおおおと、上中へとどろく小さんの声。娘、四孔。と、正宗は大きく招いた。面目を失って、しよしよと下がる次郎七に引き換え、 小育は、えもんをたして、晴れがましく、広縁の下に進み出た。正宗は、膝を進めて。ほっぱれの妙義。正宗、ほとほと感じったぞ。したが、なぜに的をいず、二郎きの八はずを割ったのか。そのお答えは、私が申しますより、的をご覧下さる方が、よく、お分かり遊ばしましょう。何 的を見ろというか。どなたか、私の的を、これ、お持ちくださいませ。玄関に、一人の若侍が走って行って、あずの海添えが、今にも取り外そうとしていた的を奪い取り、そのまま走ってきて、小育に渡した。小育は、的を改めると、にっこり笑って、正宗の手へ差し上げながら、これを、ご覧遊ばせ。 その的には、絹糸が縫い付けてござります。おう。正宗が見ると、的の端に五尺余りの黒い絹糸がついている。して、この糸の訳は申し上げるまでもございませぬ。山岸様が、あずち番と心を合わせ、私が矢をいる刹那。その糸を引いて、的を逸らす企み。よどうしてそれを 今は、何もかも申し上げまする。小育は、きっと顔を上げ。私は千年、お家を大心つかまつりました、浦上幸恵の娘、小育にござります。三年以前、父は、山岸様と比べやして破れましたが、父ほどの腕を持って、依存するわけがなく、これには、必ず死祭あることと存じました。 しかるに今日。いての座より、とくと的を見まするに、私の的近く、海添役のお方がいて、居合腰にじっと私の方を見つめ、またしては、的の方を伺う,う様子。私は初めて、的に仕掛けのあることをさしまして、わざと、的はいずに、次郎七殿のやはずを割ったのでござります。小くの言葉は、 いちいちまさむねを仰天させた。娘の口から初めて聞く、二郎七の関係。そういえば、三年前のクラベヤの折、雪絵が何か死災やりげなことを言っていたが、さてはあの時、雪絵は早くも二郎七の企みを見破っていたのであったか。そうとも知らず、雪絵を呪しりあざけった自分は、なんと暗具であったろ。 次郎氏を呼べ。正宗は怒りに震える声で叫んだ。近所の侍がかしこまって下がったが、すぐ引っ返してきて。申し上げます。次郎氏は、もはや、蓄電いたしましてござります。何逃げた。憎いやつ、すぐお手をかけてっ捕らえろ。手向かい,いたさば、切って捨てい。はっ。喧嘩に、四五人が立ってい。 政宗は、小育の方へ向き直って。小育、そなたのうちへ甘いせい。幸恵に会って、詫びをせねばならぬ。急げ。と言って立ち上がった。ご父上様慌ただしく呼ぶ声に、初見をしていた浦上幸恵は何事かと、障子を開けて出る。 中衛様、お出迎えを遊ばしませ。出迎えとはなんじゃ親方様が、おなりにございます。息をせえていう小育の言葉に、見るとうちに前、禁じ両名を従えて、つかつかと正宗が入ってくる。行恵は黙って、円へ探査した。おう、幸恵か。正宗は、懐かしげによって、 剣後の様を見て、要は満足に思うぞ。恐れながら、何をあって、ここへ鳴らせられましたか。行方の声は、冷ややかだった。手前より、お見限り申したとの、おなりを受ける覚えござりませぬ。そうそう、お立ち帰りくださるよ。まあ、父上様。小育は驚いてすり寄った。小育は、 ありしことを手短に語った。雪絵は黙って聞いていたが、小育の話が終わるとともに、いきなりカラカラと腹をゆすって笑い出した。少子や、こナた様には今頃になって二郎七の関係がお分かり遊ばしましたかとのよう聞かれよ。雪絵はきっと形を正した。 そもそも武術は、戦場に入れて、実地に試みるこそ本文。あずちに的をかけているごときは、修練の法でこそあれ、技術の優劣を定めるには、足らざることでござるぞ。それを、主演の座教に比べやなど催されるからこそ、勝ちたい一心で、関係を企む者も出て参る通り。 二郎七の感覚もさることながら、元はと申せば、こなた様に武将としての心得の足らぬため。また、その折にも、申し上げたごとく、行きは兵学をもって戦闘のより、お使い申す体でござるぞ。一屋をよくいるも、一人を倒すのみ、兵学は一式、万人を動かして、全軍の勝敗を決する。 重き務めでござる。それとこれとのけじめもつかるような暗具の殿には、帰参性とあっても、手前の方よりお断り申す。いざ、そうそうここを、お立ち去りください。正宗は、夢から覚めたように、しばらくは神戸を垂れたまま動かなかったが、やがて静かに表を上げて、よう言ってくれた。 少年二十歳にして、初めてよは、活眼を開いた心地がする。行け、今日までは正宗が、飯入れいたのだ。今こそ、武将の心得がわかったぞ。そちへの詫びは、こうじゃ。正宗は、にっこり笑うとともに、突然小塚を抜いて、あっという間もなく、自分の左目へ突き刺した。と殿 さすがに仰天して、行き江が走り寄る。正宗は静かに、その手を払いのけて。騒ぐまい。死んだ老職、片倉影綱が、かつて世に申したことがある。正宗の目は、武将として、鋭すぎる。その鋭い両眼で見つめられては、中心も、還元をよう狭い。片目があれば十分じゃと。の マサムの声は明るくなった。影綱の爺の申した言。今、ソチの還元を聞いて、方々思い当たる。行け。は、帰参してくれ。世は固めとなった。ソチ帰参して、今潰した左の目となり、世を補佐して、伊達家のために尽くしてくれ。頼む。形家のをござりまする。 生きは涙とともに平服した。冬枯れの空はよく晴れて、うの渡る声がすがすがしく聞こえる。愛用して言葉もない主従を少し離れて見守りながら、小菊も両袖にすすり泣きの声を包んだ。バサムネが、欧州の独眼竜と言われて英雄。 太閤秀吉をも威風せしめたのは、それから五年と経ってはいなかったのである。